笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは企業組合大波佐間貸しセンター専務理事の佐藤和明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどお送りした曲なんですがミスターチルドレンの花火、これは佐藤さんのリクエストでした。これ選ばれた理由は？そうですね、ミスチルが好きで、はいはい、で今ちょっとカラオケとかで練習をしている曲だったんですよ、はい練習中、はい、これドラマの曲ですよね。月9コードブルードクター緊急救命、はい、コードブルーの主題歌、はい、ということで、じゃあドラマ見たら一緒に歌っちゃったりみたいな。そうですね、はい、ミスチル、じゃあ持ち歌も結構たくさん。そうです、昔の古い曲であれば、はいはいはい、そうですか、はい、はい、分かりました。さて場所なんですけれども、大波佐間の396走っていて、ローソンの信号のところ右の方に商店街の方に入っていった途中で500メートルぐらいですかね、はい、のところに工場があるということなんですが、はい、小学校中学校高校は佐藤さんはどこの OB でしょうか？大波佐間です。はい、全て大波佐間、はい、もう地元だからもう皆さん顔見知りの仲間たちがいろいろいらっしゃいますよね。はい、はい、じゃあ大波佐間小学校、大波佐間中学校、大波佐間高校、そして家業を、はいはい、今4代目でいらっしゃる、はいはい、じゃあお父様とご一緒に。そうですね、はい、あとでね、新しく取り組んでいるお菓子とかね、最近作っていらっしゃったりトライされたお菓子の話も伺いたいと思います、はい、ではここで質問です。趣味教えてください。そうですね、温泉巡りが大好きです、はいはい、温泉は花巻はたくさんありますけれども、どのあたりの温泉お好きですか？白平さんとか、はい、花巻温泉とかですね、はいはい、ご家族で行かれるんですか？はい、はい、家族で子供たちと一緒に。はい、じゃあ子供さんなんかも温泉とか行くと大喜びで大はしゃぎっていう感じじゃないですか？そうです ね、はい、景色も綺麗ですしね。はい、はい、ということで温泉巡りがお好きということで伺いました。では次の質問です。おすすめの花巻のお店を教えてください。はい、大波佐間の後藤商店さんです。出ましたね、はい、大波佐間の方で後藤商店さん大好きっていう方結構いらっしゃるんじゃないですか？そうですね、はい、リスナーの方で今初めてこの名前聞いたよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、どんなものを売ってるか教えてください。そうですね、いろんな雑貨とか、はいはいはい、お菓子とかも売ってますし、はいはい、生活用品とか、はい、だからなくてはならないですよね、はいはい、もうすごく便利ですよね、ご近所の方とかお買い物行かれる方にとってはね。そうですね、はい、でやっぱり一番いいのは店主の後藤さんそうですね、はいはい、後藤正夫さん、以前このコーナーにも出ていただきましたけれども、はい、イベントとかでも活躍されてますよね、はい、今大波佐間にはなくてならない人なので、うん、多分くしゃみしてますね、はい、イベントとかでも子どもさんのね、いろいろ遊べるようなものをね、はい、並べて対応してくださったりとかね、盛り上げることをねしてくださってますが、後藤商店さん結構近所になりますかね？そうですね、近所ですね。はい、どのぐらいの割合で行きますか？大体ほぼ毎日行ってましたいつ行くんですか？朝とかですね、はい、朝何時ぐらいからお店やってるんですかね？結構早くから開いてる？8時半ぐらいに開くので、はい、そうすると買い物を、そうですね、そのあたりを見計らって、はいはい、おはようみたいな感じで、はい、なんかいいですね、仲間付き合いがいいですね。だから、ね、毎日会っているお仲間っていう感じでもあるかなと思うんですが、はい、結構後藤商店さんって子供さんたちにもすごく人気みたいですよね。そうですね、はいはい、っていうことはもしかして佐藤さんのお子さんたちも後藤商店、そしてだんだんに行くと思いますそのうち親子でね、はい、一緒に行ったりとかね、はい、ということで大波佐間の後藤商店さんをご紹介いただきました。では次の質問です。
好きな花巻の風景はどこでしょうか。はい、温泉の露天風呂から見る景色ですかね、うん、いいですよね花巻、はい、本当にね恵まれた場所だなって思います。季節はどの季節が特に好きですか。やっぱり今時期の冬の方が、はい、露天で温まってるけど雪がハラハラとか雪景色もいいですよね、はい、そうですね。じゃあそれもお子さんとか、はい、はい一緒に行ったりとかねいいですよね。はいはい、好きな花巻の風景温泉の露天風呂から見る景色ということでご紹介いただきました。さあでは次の質問です。お仕事について伺います。4代目ということなんですけれども、はい、一番のお店のメインの商品というのはワインゼリーです、はい、かなり長いこと作り続けてらっしゃるんですよね。はい36年間。おはい、これは味を途中で変えたりとかパッケージ変えたりとかそういうことはしないでずっと変わらない味を出し続けています。だから味を途中で変えなくていいっていうことはもう一番最初に味を決めるまでにきっとねいろいろと詰める作業があってもうその味これでいこうっていうことで、はい、ずっと作り続けてこられて結構ファンのお客さん多いんじゃないですか。そうですね昔からはい結構大好きな人が、はい、お客さんがいっぱいいて、はあはい、じゃあ繰り返し買ってくださる方とか、はい、なんかギフトとかもありますよね、はい、どこで買えるかというのが気になると思うんですがどこで買えるか教えてください。花巻でしたら、はい、ダースコさんとか、はいはい、箱崎さん箱崎民芸さんは JR の花巻駅のもうすぐ前ですね、はい、お土産屋さんですよね、はいはい、あとはあと洋華堂の、はいお土産屋さん赤藤さんですね、はいはいはい、お土産をいろいろ食べ物とかねお酒とか売っているコーナーとか、はいはい、あと花巻空港とかもお土産いっぱい並んでますけど、はい、空港とかでも買えます。花巻空港にも、はいはい、あそうですか。じゃあいろんなところで買えますか、はい、ワインゼリーも種類いろいろあるんですよね、はいはい、何種類。一応赤白ロゼ3種類ありました。もうアルコール分は抜けてそうですね一応飛ばしてはいるんですけど。でもそうすると結構もうワインゼリーに囲まれて育ったっていう感じですか。そうですね、はいはい、もう見慣れて物心ついた時にはそばにワインゼリーが、はいはい、もうじゃあ大好きなおやつでもあるっていう感じですかね。そうですね。いいですね、はい、幸せな感じですね、はい、他にどんなものを作ってるか教えてもらえますか。そうですねワイン羊羹とか、はいはい、あと団子系とか、はいはい、いろいろ作っています。はい、ワイン羊羹とか、ね、お団子とか実はお団子は添加物を使っていない、はいはい、ということを早く食べる。そうですね、はあ、じゃあもうその日に作ってその日に売ってその日に食べてっていう感じですか。はい、じゃあもうすごい柔らかくてきっとなんかすごい美味しいんだろうなってちょっと想像しちゃいますけれども、はいはい、お味は醤油味、はい、あと、はい、お茶餅とかも。あはいはい、お家でそうやっていろいろ作ってると工場で作ってるとなんかもうお菓子に囲まれて育つというのは子どものもう夢のような感じがするんですが、はい、ちっちゃい時とか友達に羨ましがられませんでした。そうですね ねお前んちいいなみたいな感じでお友達同士とかねお話ししそうな感じがしますが、はい、すごく羨ましいですが。でちなみにこのワインゼリーなんですけれども3個入りだと450円プラス消費税、はい、あと箱に入ったギフトとかもうちょっと多く入ったものも、はいはい、9個と12個入れがあります。はい、はい、ということでワインゼリー気になった方はぜひねチェックしてみていただければと思います。このお仕事家業で今4代目でねお父様とやってらっしゃるということで仕事しててよかったなってどんな時によかったなって思われます。そうですね物産販売とか行ってていろんなお客様とこうお話できたり知り合いになったりするのが、はい、ちょっと楽しいなと思って、はいはい、なんかその場所その場所で出会う方たちってね、はい、違いますもんね。そうですねちなみに花巻の大きな催しだと花巻祭りでも出してらっしゃるということで、はいはい、花巻祭りの時はどこに行けば買えますか。体育館ですね。はいはいはい、はい、体育館が市役所の第二庁舎の横にあって、はい、体育館の方でいろいろな食べ物とかお土産とか販売してますよね、はい、そこで売ってらっしゃる。そこでそうですね、はいはい、じゃあ皆さんそれは大葉様菓子センターさんを探せばいいですね。はい、はい
そういうイベントの時だけ並ぶお菓子というのもあるみたいですね。そうですね、はい、去年ぐらいから新しく開発したチーズ団子をはい、チーズ団子ってどんな風になってるんですか。形はあの大福みたいな、それともみたらしみたいな感じですか。そうですね、丸い感じで、はいはい、中にチーズ入ってて、あ、美味しそう。あの醤油の味付けです。中にゴロッとチーズがちょっと練り込んであるんですか。中にゴロッと入れてます。美味しそう。それはイベントの時しか今のところ。そうですね、今のところイベントだけ、はい、じゃあ例えばこのお話伺って次買いたいと思ったら、まず狙い目はいつ頃、花巻祭り、それ以外のイベントでも出すこともそうですね、ありますかね。花巻に来るイベントか、はいはい、お朝間の地元のイベントか。あ、なるほど、はい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 、あ、じゃあちょっとどこかで出会えたらすごい食べてみたい、はい、楽しみですね。でそれ以外にも、はい、あの新商品ということで、はい、他のお菓子屋さんたちと共に取り組んだというお菓子もあるんですよね。あ、そうですね、はい、シャインマスカットを使ったゼリーと大福になります、はいはい、シャインマスカットってほらすっごくあの高級なブドウじゃないですか、はい、でそのシャインマスカットを使ってそれぞれの花巻のお店がいろんなスイーツを作ってっていう取り組みもしばらくやってますよね。そうですね、はい、今年で多分3年ですかね。あ、はい、ずっと参加されてるんですか。はい、じゃあシャインマスカットゼリー、はい、あとシャインマスカットの大福です。はいはい、はい、シャインマスカットの大福すごい美味しそうですね。ゼリーも美味しそうですけれども、はい、じゃあこういうものもそういう催しの時には作られて。そうですね、はい、そういう新しいものにも取り組まれたりとか、チーズ団子を作られたりとか、そういうものも作りながら古くから残るワインゼリーも変わらぬ味で作り続けていらっしゃるということですね、はいはい、では次の質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください。はい、一日一歩です。はい、はい、この心は未来に向かって、はいはい、一日一歩ずつ進んでいきたいな、はいはいはい、でも一歩でも一日一歩でも進めば確実に前に進んでいけますもんね。そうですね、はい、確実にね、はい、はい、ありがとうございます。一日一歩という言葉をねご紹介いただきました、はい、あのお話を伺っているうちにですね、あっという間に時間が来てしまったんですが、はい、このあたりでお友達のご紹介をお願いします。はい、松坂味噌店ブランドマネージャーの松坂博さんです、はい、松坂さんはどんな方ですか。おはさまで松坂味噌をついてすごい頑張っている方です、はいはい、実はあの松坂さんのお兄さんと、はい、同級生で、はい、もう皆さんだから昔から顔見知りのお仲間たちっていう感じですかね。そうですね、はい、松坂さんですが3月1日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいともいい花巻、企業組合大波佐間菓子センター専務理事の佐藤和明さんでした。最後に一言夢を聞かせてください。はい、家族でなかなか行けないので温泉とか泊まりに行きたいですね、はい、あ、普段はなかなかお店とか工場やってらっしゃるとね、泊まりがけとかはなかなか忙しいでしょうし、イベントと重なりそうですもんね。そうですね、あ、じゃあいろいろ連れてってあげたい。はい、あ、はい、ありがとうございます。きっとすごく優しいお父さんなんだろうなというのがね、言葉と笑顔からなんかにじみ出ていました、はい、笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。